綺麗だと思いました。初めて見る瞳の色なので少し驚きも。なんだ、なぜお嬢様のお世話をするのが山吹さんではないのでしょうか。先ほどから話していても山吹さんはルナ様のそばがお好きなようですが。ん？人事についてか。雇い主の決めたことに疑問を挟むとはメイドとして好ましくありませんよ。申し訳ありません。いや、いい、私が答える。八千代に不足があったわけではないし、私としても彼女を選べれば言うことはなかった。だが八千代はスタンレーから講師として学校に誘われているんだ。講師として？そう、八千代はスタンレーの学生時代の同級生で、その才能を周囲に認められていたそうだ。日本人として優秀なデザイナーになれる素質を持っていたと聞いた。私にデザインの勉強を教えてくれたのも八千代だ。ただ